それでは前の動画に引き続き今度は母分散の推定を行いますつまり母集団の分散シグマ2乗の推定です直感的に思いつくのは標本の分散を使うことですこの推定値が妥当かどうか普遍推定量になっているかどうか調べてみましょうつまり推定値の期待値がそのパラメーターになるかどうかです この計算はテキストにも載っていますので少し違う計算の仕方で導きたいと思います。ただしやっていることは本質的には同じです。標本分散の期待値を計算します。期待値の線形性より n 分の1が前に出て、そうして今度はシグマの2乗を作りたいので、ここの中にマイナス μ とプラス μ を入れます。 こうですね。まあよくやるテクニックです。カッコが一つ、開くカッコが一つ抜けています。すいません。そして、えー、次に展開します。二乗を展開します。足し算の i がついているところだけにしますと、このようになります。最後の項は i がつかないので、n 倍のになります。ここで真ん中の項ですが、 x i を i コール一から n まで足したものは x バーの n 倍になります。これを使いますとまとめることができてこうなります。そして線形性よりスカラー倍これ出したり入れたり自由にできますので1 n 分の一を中に入れます。さらに期待値を線形性を使って二つに分けてこうなります。そしてミュというのは X バーの期待値ですこれを使いますと、えー、次のこのような変形ができてここが一番ポイントかな E の第2項が X の標本平均の分散の期待値になっているということですこの変形は自分で気づくのは難しいかもしれませんが意味を考えてみてくださいこのようになりますそして 標本平均の分散は前の動画で計算したので n 分のシグマの2乗と分かっていますのでこのようになりましてこうして整理すると n 分の n 1か1 ×シグマの2乗で残念ながら普遍推定量ではないといとうことです。これがこのテキストでも分散のところで 標本の分散を計算するときに n じゃなくって n 1で割るっていうのがここの部分です。N で割った時に普遍推定量にならないのでこれは普遍性という立場から見るといい推定量にはならないわけです。N が大きいとほとんど変わらない値になるんですが正確にはここは普遍推定量ではないということでではどうすると普遍推定量になるかというと。 n-1 で割ったらいいわけです。こうすると、今と同じ計算をたどると、最後、シグマの2乗になります。えっ、ー、とたどらなくても、次の変形でもわかります。えー、この n-1 のこの量の期待値を計算してみますと、これは変形すると、n、n-1 分の n かける、こちらのさっきの標本の分散の期待値です。 ここうななりますのので、シグマの二乗になることがわかります。これが普遍推定量です。やっぱり分散はちょっと平均に比べると扱いが少し難しくなってくるわけです。そうしてこの説明は以前にもしたと思いますが何で普遍推定量にならないのかというと期待値の代わりに標本の期待値を使っているのが原因なんですね。 あの自分でも例を作って考えてみてくださいデータを1個とか2個で考えるとこの意味がわかると思います例えばデータがまあ、極端ですが1つしか取れなかった場合を考えてみてくださいこの時に標本平均を使って分散を計算するっていうのが母分散を考えるにあたっては妥当でないということがわかると思いますもしも母集団の 期待値が分かっている場合平均 μ が分かっている場合だったらこれを使えるんだったらこれは普遍推定量になりますこれも興味のある人は調べてみてくださいこれを計算するとこれは普遍推定量になりますこういうことですねでも実際には母平均が分かっているということはあまりないと思いますよくわからない集団のことを調べようとしているので 平均も分散もわからないということがほとんどだと思いますので、このようなことはあんまりほとんどないと思った方がいいです。ただ、もしも分かっているならば、これを普遍推定量にできるわけです。それから次に注意しないといけないことで、分散の平方根を取ったものは標準偏差になりますが、先ほどの普遍推定量の平方根を取っても、これは標準偏差の普遍推定量にはならないことに注意してください。 この期待値をっってもやっぱりこれははシグマにはなりません。これやっぱりルートだったり2乗だったり線形以外の変換を使って計算するものはなかなか計算が難しくなってくるのでこれはこうなりませんので注意してください。この N-1 分ので推定できるのは分散だけです。それからもう一つ注意することはやっぱり。 二乗の計算なんですが標本平均の2乗の期待値は μ の2乗にもならないということにも注意してください。だからこの2乗,乗だとかルートみたいなこういう計算は注意してください。そしてこのテキストに載っている例題6.1これは非常にいい問題なので。 回答も親切に書いていますのでここでは解説しませんがとても良問で恋の解くと力がつくと思いますので力をつけたい人は各自自分で解いてみてください。